いやーやばいね。何がですか？ポルタン彼女オーディション。ああ、なんか燃えてますね。いやー、まあちょっと時間経っちゃったけどね。ちょっと前ですけど、ね、解決済みみたいな感じなんだけど、まあ、何があったかというと、はいはい、ポルタン彼女オーディションで彼女として選ばれたリボンちゃんがいます。可愛い人だ。で、そのリボンちゃん、もともと他の男と同棲してたっていうのを見受けられちゃったのよ。はいはいはい。で、俺やべえじゃんみたいな。やべえ。見たら、その元彼、はいはいはい、がめちゃくちゃ俺と親交のある後輩経営者だった。あの人ロジンって。もう俺3、4年ぐらい前から仲いい後輩経営者みたいな感じで、彼もすごいなんか僕にいろんなノウハウ提供とかしてくれるし、はいはい、実際ビジネスセントリーが高くてめちゃくちゃいいやつなんだけど、うんうんうん、まあなんか今回この渦中になったというか、まあ話題というか、しかもさ、はいはいはい、その数週間前、数週間もたない、その数日前に、はいはいはい、桑田さんのあの事件があったのよ。うわー、そうなんだ。桑田さん彼女に浮気されてたあの時か。そうで、うわーって思ってたら、今度プロタンさんが新しい彼女できた。で、うわーって思ってたら、その数日後にプロタンさんができたと思ってた彼女に男がいた。はいはいはい、なるほどね。なんかいろいろですね。ハプニングだらけだ。みんな不幸だね。で、今回ね、ロジンってやつは、はい、彼も発信者だったの。TikTok で発信したり、はいはいはい、発信したりっていう発信者で。でもなんかこう、インフルエンサーではなかったのよ。で、いわゆるこのビジネス系界隈の中のインフルエンサーだったの。はい、はい、はいはい。で、俺もその中の一人だったのね。だから交流だったんだけど、そっから俺は結構飛び出ちゃったのよ。はいはいはい、令和の虎に出たりとか、しっかりチャンネルとか関わったりとか、はい、っていうそのなんか飛び出る先輩だったわけね。うん、青さん、ね、今回ロジンはそのビジネス系の世界からこういう形でパコッと飛び出てきて、まあいろんな声が届くわけじゃん。うわーみたいな、はいはいはい、まあ、それに対してなんかこう相談があるっていう連絡来まして、飛び出方がちょっとね、特殊ですからね。いや、結構なんかこうさ、まあ光るチャンネルにも迷惑かかっちゃった。まあ彼が悪いわけじゃないけどね。まあそうですね、彼が悪いわけじゃないんだけど、まあ光るチャンネルとかにも飛び火はしたし、まあもちろんなんかそこでなんかどういう相手かって俺分かんないけど、はいはいはい、相談があると。なるほど。いることなんで、彼を待っていこうかなと思います。大変な人って話ですね。最近悪いニュースが多いね、本当にね。一人また一人となんか友達が傷ついてるわ。最近では地面師事件もありました。あ、なんか YouTube やってましたね、ヒカルさんのところ。ヒゲさんとサラちゃんが地面師に落ちて苦しい思いをしてると。地面師やってる時に地面師ってすごいっすね。まあロジンがね、サラさん来ると思うんで、はい、待っていきたいと思います。はい、というわけでロジン君に来てもらいました。話題の人ですね。いやバズったね、すっげえ。そうっす、あんまバズってないと思うんですけど、こちらは。ちょっと待ってください、ごめんなさい。無理なんですよ、ちょっと。苦手なんですよ。いやまあ、状況だけ整理すると、プロタン彼女オーディションで付き合ったリボンちゃんっていう人の家と、ロジンの家が画像がほぼ一致してるというのが、問われてから出て、で、まあ、認めたんだよね、要は。リボンちゃんのサイドも。あれは男の家でした。そうです、僕は認めてないんですけど、向こうが認めたんですよ。勝手に言ってたんで、プロタンさんの動画で。あ、なんか撮ってましたね。車の中のやつですよね。時系列としてオーディションありました。プロトさんとリボンちゃんが一応立て付けとしては付き合いました。でも、リボンちゃん、男の家に住んでるやんけ、これロジンの家やんけってのが X 出た。で、あ、そうです。それ僕認めたんですね。うん。はい、で、あ、これ僕の家です。っていうふうに言うようにしたと、はい。で、リボンちゃんとプロトさんの間で動画を撮ったと。その動画の内容が、まあ、なんか元彼でしたみたいな内容だった。いや、なんか僕自身は客ですって言ってるんですね。あー、そうか、ただの客です。そうそうそう、家賃払わせていただいてますみたいな。あ、そうそう、家賃払わせていただいてる棚の客ですっていう。なるほどね、はい、僕はシャンパンとかポンポン入れれないので、その代わりに家賃を払っている細客ですっていう。あ、はいはい、シャンパンとかめっちゃ入れる代わりっていう話です、うんうん。だから向こう的にはプロタンさんの動画で元彼ですって言ったんですよ。あ、へえ、はい。じゃあリボンちゃんの主張としてはプロタンさんのところではもう元彼でしたみたいな、ね、はい、だけど、まあ実質的に別れてますみたいな。まあいろいろまだ揉め中だけど実質的に別れてますみたいな、はい、感じだった。まあ、俺もネットの情報しか知らないから。はいはいはい。その家賃払うってそのキャバ嬢のプロからしたら普通なんですか、その。いやー、俺はね、その先のイメージなんだよね。でもこれは流儀の違いだと思ってて。普通シャンパンポンポン開けて表面上付き合ってるみたいなの、向こうも営業とかあると思うけど、付き合おうよなーってなって、結果なんかうまいこと家賃はおっとこ負担ねみたいな、へぇ、なるほど。あんまりなんかこう2人の間で客とキャバ嬢として割り切っててお金払うっていうのは、むしろなんかそのよりステージの高い金持ちの遊びみたいなイメージ、だったら。なるほど。実際には付き合ってないっていうことは公言してるんですよね、ロジンさんは。まあ向こうがもう付き合ってるって言ってるんで、僕ももう付き合ってるって言っていいんだなってスタンスなんで。ああ、そうなんだ。そうですね。あ、じゃあかばってたんですか、その時は。最初かばってたけど、かばってたら意外と自別するやんみたいな。ああ、そうなんだよみたいな。あ、そういうこと。俺にこれでいったらいいのにみたいな。あ、何が真実で何がどうかみたいな。ロジンとしてはどうしていきたいの、真実を明るみにしたいの、はい、わけでもないでしょ、今更。まあ、僕バズりたかったんで。
まあ、バズりたいし自分のイメージ良くしたいんで、はいはいはい、まあ、ああいう感じでなんか丸く収めた策ですみたいな、うん、なんかあんまりなんかね生きてふざけた感じなんかはね暴露しまくるのもおかしいじゃん。まあね、今更リボンってのを下げてもね、はい、誰も得しないし、まあ、で自分のイメージ良くするために客ですとかそういう感じやったら意外と向こうが自滅したんですよね。あーまあ、ヒートアップしたかもしれないですけど結構言ったんですよ。うん、まあ、その、なんだろう、ヒカルさんサイドも別になんか売名のやつが出てきても別に、あ、確かに確かに、そんなんこっちの好きでもないというか、まあ、売名のやつが出てきてもいいんじゃないみたいな。だってあれですからね、売名のために甲子園出たいっていう球児がおったとして甲子園出れたとなって、でそいつの目的が売名だったで炎上しないじゃないですか。まあ、確かにね、別に実力で勝ち取ったわけなんで、まあ、結果ね、プロタンさんが選んでるわけだから。確かに、そうですね。なんでそこはいいかなっていうふうに思ってます。まあ、あと普通になんか普通に考えてですよ、キャバ嬢をやってるじゃないですか。キャバ嬢をやっててで止められてるんですよ、プロタン彼女王子出るだよ、ジャンクに止められてるんですよ。止められてるのに無理やり出てるわけですね。で出てプロタンの彼女ですってやってるわけじゃないですか、うん、やってるのに僕が彼氏ですって出て怒るのおかしくないかな。だってプロタンの彼女っていうのを世間にこう晒してるわけじゃないですか、うん、キャバ嬢なのに。でジャングル東京にも止められてる。で今更ロジンっていう彼氏がいましたで怒るのはおかしい。そもそも彼氏いるっていうのを公開してるのに。まあ、さ、その女の子からしてみたらさ、他のお客さんへの言い訳としてさ、あれは YouTube の企画だよって言い訳できるけど、うん、ロジンの場合はもともとお客さんなわけだから、対お客さんっていう観点で言うとちょっとロジンの存在は女の子的にはちょっとやりづらかったですね。確かにそうなんですけど、前提僕客ですって言ってるんですよ。まあまあ確かに、バブルさん的に、うん、そのまま客ですでいいですよ。なるほど。なんか元彼ですとか、カバンにコンドーム入ってましたとか、変ななんかチンコかなんとかとか言わんでいいぞ、わざわざコロタの動画で。なるほどね。結構自滅したかなって思うんですよ。確かにね。ロジン以外のお客さんからしてみたら、ロジンっていうお客さんとそうだったっていうのはちょっと気分悪いんじゃない。確かに。自分の指名状が地元に彼氏いましたとか、バーテンド付き合ってました、うん、まあ、なんかこう、まあ許せるっていうかそんなもんだよなって思うけど、うん、他のお客さんと付き合ってましたらなんかちょっと思うことがあるかも。なんか確かに、ね、クーみたいな。なるほどね。確かにそれ複雑に。別に怒りとか悲しみないけど、もう指名は外しちゃうかも。まあそうですね。他のお客さんと付き合ってたら。指名めっちゃ綺麗だと言われましたね。まあそうだろうね。でも大前提、ロジンさんが晒したわけじゃないですよね。そうですね。僕が晒したわけじゃないです、ね。だから怒られるのもなんか、お前が爪が甘いってことで怒られてるんですか。お前がやったんやろって。ああ。へえ。お前が暴露させたんやろって。え、それ何のメリットがあるんですか。まあ、あれじゃないですか。売名じゃないですか。だって自分売名出てんねんから。なるほど。自分が嘘ついて売名出てんねんから、お前も売名だろ。どこまで言っていいんこれ。大丈夫なの。どこまでも言っていいですよ。うん、ここまで誰かの恨み買わない？恨みの買う暴露だけやめよ、マジで。そう、うん、そのなんかリボンちゃん含め、はい、プロタンさんとか各所に迷惑かからない動画にしたいことはあくまで、はい、うん、いやプロタンさん泣いてますよ多分。プロタンは大丈夫でしょ。プロタンあるじゃないですか。だってその期間でもなんか TikTok ライブでなんか別の女の子を口説いてる切り抜きとか結構上がってたじゃないですか。本人もあんまやる気ないじゃないですか。うん、てかもうなんか本人自分にあんま脈ないの分かってたじゃないですか途中から。まあそうだね。なんか半分諦めどうでもいいかみたいな感じになってたじゃないですか、うん、実際に登場人物全員最高っすよ。偽りしかなくて分かんないですね。でもあれってさ、オーディション自体に売名する子が一人紛れ込んでたってだけでしょ。オーディションがやらせだったの。ぶつけたらあの動画かかってないからさ、売名あれでしょ、あのもう一人の可愛い子も売名でしょ。あー、なんかモデルの元付き合ってた人、それこそ、あー、あのアベマでね。はいはい、そうです、そうです。普通に考えてプロタンの彼女オーディションで僕浮気しますの状態で可愛い子来るわけないじゃないですか。可愛い子全員売名じゃないですか。でそのブスの子が全員売名じゃないですか。ブスの子おったじゃないですか、他のその2人が全部ブスだったじゃないですか。いやもう彼女になんかオーディション受けてきてなんかどうだったみたいな、受かりそうみたいな聞いてたんですよね、うん、したら1人だけ可愛い子おったら他は微妙だったみたいな。微妙な子が純愛してたから。ダリチュールとか可愛くなかった。僕は、ね、あのなんかエッチな3人目ですか、ね、最後3人最後残った人ですかね。あのなんかプロタンも王国の王にしたいみたいなやつとか、ああ序盤にいた人ですかね。序盤の方が落とされた人です。落とされた子、明らかにリボンちゃんともう一人以外ってめっちゃ触ったじゃないですか、ルックスの、まあまあまあ、その二人と天と地の差みたいな、だから売名数の上二人か。でも信じたいじゃん。プロタンさん本人がさ、プロタンさんも分かってますから。プロタンさんもなんかその二人に関しては売名じゃないのみたいな疑いはなんか動画上でもそう感じましたけどね。あ、そうなんですか。なんかそのお前何目的だみたいなやり取りはなんかあった気がしますけどね。確かに。ちなみに相馬さんの相馬カールドオーディションあるじゃん、これから。あ、今やってるんですか。うん、なんか募集はかけてて、はいはいはい、今度やると思うんだけど、相馬さんは本当に楽しみにしてる。いや、やっと彼女が。なんか本当にここで真の彼女見つける、ピーター結婚相手、はいはいはい、をマジで見つけたいって言ってるし、ここで見つけられなかったら俺一生無理かもみたいな。そんな熱量高いんだ。熱量高いよ。あ、だって今まで何年も彼女できてない、そうそうそう、最後の彼女みたいな感じですもんね。うん、な
でもこの弱小チャンネルっていうのもあれだけど、はい、本当にそもそも彼女オーディションに倍名で来るだけやめてくださいと思ってこれ本当に純粋に彼女を作りたいって思ってるんですよ。どの立場で言ってるんですか。そもそもあのねワクワクしてる笑顔を見ると、はいはいはい、胸が痛む。こういう話聞いた後にね、はいはい、確かにだってね倍名かもと思いながら接するのまだ難しいですよね。そうそうそう、苦しいよ。だからヒカルさんたちはでも多分やらせの認識がなかったんじゃない。やらせの認識っていうか別に、うん、募集した中に倍名が混じってただけだから。いやヒカルさんがだって倍名のねこう来るだろうって思わないわけはないんで。確かに。考えるね、そういうもんなんですよ。やらせって難しいね。何をやらせと定義するんだろうね。売名だと疑われてる人は落とすっていうのがやっぱやらせじゃないですか。まあ難しいですよね。売名かどうかに関してはもう個々人の自由だから場を用意しますっていう意味合いではやらせじゃないけど、うんうん、売名だと明らかに思わしき人を合格させたっていうのはやらせなのかな。まあ、でもそれはやらせじゃないですよね。ね、うん、なんか俺が書くだってやらせじゃない気がするんだよね。まあ前提そんな別に浮気するなって法律ないですから。まあ確かにないですし、別に彼女が一人っていうルールもないですから。だって青学受けてる人の第一志望が早稲田だったとしても青学は合格させるわけなんで。確かにそれと一緒ですよ、うん、実力で勝ったやつがもう勝ちなんですよ。まあその倍名だと思って、まあ、オーディションもやっとってるだけなんで。実は俺さ東京に来てさ、はい、感じたよ。何ですか。世の中本当になんか運命の人とかいないんだなと思った。本当に急に何なんですかそれ。結局さなんかさ、はい、彼氏のこと大好き大好きって言って女の子が彼氏と別れたさ3日後にはこの男とやってるわけよ。でもねそれは何なんだと思って。そうありますね確かに。真実の愛とはたまたまそこが一緒にいたからやってるだけないか。急にね、うん、確かに悲しい。俺は俺が言うのもあんだけどさ。そうお前が言うなっていうやつです。嫁がいてね。なんか今回のその SNS のさ盛り上がりに対してなんかロジンが思うところあるの。個人的になんかこう嫌だなみたいな弁明したいなっていうこととか。まあ一番弁明したいのはまず前提彼女いるじゃないですかリボンちゃん、うん、リボンちゃん出てた時になんかプロタンとなんか彼氏いるのみたいな、元彼はどうだったのみたいな会話があったんですよね、うん、で完全にその時は僕の存在をないものとして喋ってたんですよ。あだって元彼は僕の前の元彼の話してるんですよ。ああ、ね、今彼だもんね。だって確かに今彼ですね。で僕あれなんですよ、大学1年生の時からずっと冷蔵庫使わなかったんですよ、うん、で冷蔵庫使わなくて実際あのリボンちゃんが冷蔵庫家ないんですよって言ったんです。僕の家なんで冷蔵庫ないんですよ。でその僕の前の元彼がめっちゃストーカーだったんですよ、うん、でストーカーでその前にリボンちゃんの家に僕何回も行ってたんで、うん、同棲する前に行ってた時にヤバくてインターホンに元彼が来てて、で警察で連れて行かれるインターホンの映像残ったんですよ。ヤバいじゃないですか、その元彼のことを結構喋ってたんですよプロタンの動画で。なるほど。ストーカーだったとか、うん、でそれが僕みたいなんですよ。それは嫌ですね。確かにそれ誰くらいですかって話なんですよ、うん、まあ、今更なんかリボンちゃんとロジンの関係が本当はどうだったああだったっていうのは終わった話だから、今更ねこうめくってリボンちゃん下げても意味ないと思うけど、それだけは弁明しておきたいよね。確かにリボンちゃんがオーディションで来た元カレっていうのはロジンの前の元カレだから、ロジンは別にストーカーじゃないよと。はい、そういうことね。いや俺も正直誤解したもん。あロジンって意外とそういうタイプなのかなとかほんまに。でもリボンちゃんもそうなのかなみたいな。要は、なんだろうね、よくあるじゃん、結局さ、元彼と会ってたっていうさ、浮気ってよくあるじゃん。はいはいはい。その時に、女がよく使うよ。元彼がしつこくて。うん。でも、なんか、LINE とか見たらさ、いや、お前がめっちゃ会いたがってんじゃん。ありますね。そうなんで、何度も傷ついてきた、俺は。ずっと言われてきたんですね。そうって、お前。だからそれはまた別ですよと。その元彼、ストーカーの元彼とロジンはまた別ですよと。これだけはまあ確かに弁明したいな。ストーカーできないんで、全然。あの向こうはそれ別れたいって言ってて別れられなかったって言ってるんですよね。やめてましたね。今もね、うん、はい、それ僕も前聞いたことあるんですよ、うん、僕の前の彼氏、うん、前の彼氏に別れたい別れたい言ってて別れられなくてストーカーされたって僕言われたんですよね、うんうん、それと同じこと言ってるんですよ、ね、じゃあリボンちゃんの上トークなのかもしれないね。上トークかもしれないです。元彼下げの上トークで。ストーカーは僕できないんですよ。なんで、ま、だって東京じゃないですか。で東京あれ僕の家ですけど、僕大阪いるんですよね基本的に、うん、でメルカリ王子っていう誰も知らないんですよ。メルカリ王子って付き人みたいな人いるんですよ。毎日一緒に住んでるんですよ。で一緒にずっといるんですよね、うん、でその人に聞いたら分かるんですけど、ストーカーできないんですよ物理的に。大阪大阪いるからね、はい、しかも別にストーカーしようと思ったら僕疲労のあの家の鍵持ってるんで今もですよ。まあ、だってロジンの家だもん。そうそう突撃できるんで、うん、それやってないんです。確かにね。俺も、まあ、あの動画見てて思ってストーカーって言ってるけど、お前が家出てけばいいんじゃないかっていうね。なるほどね。確かに、ね、確かに。それはそうですね。まあ、家出ていくんですよ、もう。あ、でもまだ住んでらっしゃるんですね。まあ、まだ住んでます。でも突撃できます。突撃してみたら撮りますか。撮らないです。撮らない。俺は誰かを攻撃することは絶対やんないの。誰かを下げることも。レーマドラでは結構詰めてますけどね。あれは、不死者にとってプラスになると思ってるから詰めてます。まあでも確かにね。まあでも結局話そうだってさ、結局まあなんか売名したい女の子が出てきてさ、その子が男いてよって、もうそんだけの話だもんな。だから傷つくのはロジンだけだったよ、ね、冷静に。まあ付き合ってる状態でオーディション出るって言われてっていうことですよね、うん、あそれはでも別に OK してる。ああだけどまあ炎上したら炎上したで、なんかロジンは悪者にされたっていうのが悲しかったんだ。うん、確かに確かに。あんま悲しくなかったね。
え、でもさ、その、なんかの動画でさ、ロジンはロジンで別の彼女がいたみたいなのを見たけど、はい、それはどうなの？あれもガチですね。ん？あ、じゃあ普通にロジンも浮気してたの？浮気はしてましたね、はい、浮気してましたけど、別に向こうも分かってたんで。あ、そうなの？浮気されてることはね、プロタンの動画で言ってたじゃないですか。なんか他でやってるんでしょうねみたいなこと言ってましたね。コンドームあるから。あ、そうそうそう。で、俺それ見て思ったのが、あ、ロジンちゃんとつけるんだと思って。そこない。関心さ。そこない。違うやろ関心。つけるでしょ。うん。はい。つけます。僕潔癖なんでつけるんですよ。あ、そうなんだ。はい、それはまあじゃあ弁明というか、あの事実ですと。はい。いやもうおかしいですけどね。もう浮気もしててもう。ね、ロジンは浮気してるし、彼女は彼氏オーディション出るし、なんかバレたらロジンのことをちょっと下げる感じでなんか弁明するし、まあ別にロジンもそこで下げられたことに対して別にあんま傷ついちゃないんだよね。まあ、そうなんいやみたいな。むしろなんか自分にフォーカス当たらなすぎて傷ついてます。あ、なるほどね。そういうこと。大体なんかもう光やらせだとか、プロタンがなんとかとかばっかりなんですよ、大体。うん。僕の名前なんてほとんど誰も出さないんですよね。どうでもいいんだなと思って、そこが逆に傷つきました、ね。もうちょっとフォーカス当ててほしい。よかったね、フォーカス当てました、今回。じゃあ全員登場人物おかしいんだ。登場人物全員おかしかった。でも俺はヒカルさんの仲間として、やらせではないと思うよってことがいいとか。ヒカル師匠多いですかね、僕のコメント欄は。だからヒカルさん側たちは彼氏おると思って採用したわけじゃないっていうところですよね。でも別にそこに関してはもうノータッチなんだよ。ノータッチでも知らない。知らないよっていう。確かに。勝手にいたって感じ。あっちも事故ですよね。そうそうそう。そういう。まあそれもね、前提でプロタンが選んでるわけなんで、ね、うん。プロタンも別に売名がね、いるだろうなとは思ってるんで。確かに。はい。それ込みで選んでるんで。うん。プロタンさんが見る目がなかったと。そういうことになります。もうこれ以上深掘るとなんかライアーゲーム始まりそうなんで。ちょっと休憩して。でもロジンと僕ってもともと3、4年前から知り合いで、しかも結構ちゃんと深いビジネスの話をする知り合いだったから、実は今回もね、ロジンもロジンって名前が表に出て、こいつ何のビジネスやってんのみたいなコメントもちろんほらあったから、ちょっと休憩室でそういう話できたらなと思います。はい。なんかさっきからずっと思ってるんですけど、うん、青さんめっちゃ猫かぶってるんですよね。かぶってねえわ。青さんちょっといろんなことにビビりすぎっすね。いやいや、それ人間的に成長しただけ。はい。いや違うっす。いやいや、人間的に成長しただけ。いや、青さんあれですよね、最近なんかあのインフルエンサーはなんか動画の通りだよみたいな感じ言うんですよね、うん、言ってたんですよね。で、それは僕も同感なんですよ、うん、確か林社長とか動画の通りなんですよね、うん、まあ他の人いろいろちょっと名前出さないですけど、まあ動画の通りだと思ってるんですよね。青さん全然違うっすね。いやだけなんか違う。どういうとこが、まあ、確かにその動画の俺ってさ、めっちゃこうズバズバさ、こう冷酷な感じで厳しいイメージあるけど、実際結構優しいからさ。逆っすね。嘘。そうっすね。初めて言われたよね、それ。なんかいろんなものにビビりすぎっすね。社会的圧力にビビってますね。ビビるだろ、普通。反社会的圧力ビビってますね。青さん。そんな名前出すんじゃねえ、この動画。いろいろビビってますね、青さん。なんでそう浮かせるん？まあ、こびてますね。いやいやいや。光る流入ファンにこびてますね。いや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 。迎合してますね。青さん、もったいないなって思うことめっちゃあるんですよ。うん。青さんって、前提、あの、この年齢で、まあ、光さんよりも全然若いわけじゃないですか。うん、で、若くて、正味そんな収入めっちゃ変わらんでしょ。ヒカルさんと、まあまあ、ヒカルさんの多いと思うんですけど、うん、そんなめっちゃ分からないと思うんですよね、うん、でその状態で迎合しすぎなんですよね。完全に下になっちゃってるみたいな感じなんです。なんか憧れてんの出ちゃってるんですよね。いや憧れてんだからいいじゃん、はい、あのリザード着てたりとか、これリザードね、喋り方とか結構意識してるんですよ。ええ、まあ、動画の作りとかはいいんですよ、全然。マーケティングを真似するのは全然いいと思うんですよね、うん、ただなんか見た目とかまでなんか影響を受けてる感じ出ちゃうと、完全になんか下っていう感じに見えちゃうんですよ。憧れてるみたいな。実際そんなめっちゃ下じゃないと思うんですよ。年齢に対する凄さを考えたら、対等ぐらいのなんか雰囲気出してもいいと思うんですよ、僕は、ね。それは演技してるわけじゃない、猫をぶってるわけじゃない。普通に結構憧れちゃってるだけで、実際は。はい。だすごくない？だって毎回150万再生撮るんだよ。そうですね、はい。で、1本の動画で17億売るんだよ、シャンプー。はい。やばくない？そうですね。まあ、シャンプーは僕もちょっと貢献したんで。買ったの？あの、僕の家が映ってたんで。あ、そうだね。あれ、ロジンさんの家か。あれ、僕の家です、ね。なるほど。あれでバレたんでね。うん、あ、そうかそうかそうか。あれでバレたっすね。迎合してるつもりはないんだけど、でも、この話は別にね、ヒカルチャンネル視聴者に迎合してるわけではないんだけど、最近一個思いついた概念があって、ちょっと書いていい？こっちに。アンチコメント講座っていい？はい。アンチコメントに対する、まず、まあ、発信者が一番最初にやってしまいがちなやつ。正論返し。でも正論返ししてもさ、アンチってあんまり意味ないな。盛り上がっちゃうだけだし。はいはいはい。正しさとかでさ、言ってないじゃん、アンチって。次にやる、やつのが無視。あー、なるほど。大抵のまあ、プチ炎上とかは無視で収まりますと。はい。で、三つ目が、迎合。まあ、アンチとかに対して、いいやつを演じるというか。うん。で、次のフェーズとして、支配。支配？何それ？
この4つがあります。もう俺本当にこの通り生きてきて、もう発信したての頃4、5年前とかはアンチが来たらアンチのに対して正論で返すと、いやいやこれ正しいでしょみたいな、お前らの指摘間違ってる人っていう、そこのことやっても無駄だと。で無視、まあこれが一番安牌だね。で迎合する、まあ例えば素直に謝ったりとかするとまあ一旦収まるというか、まあ、アンチもなんかまあ分かってくれたならいいわみたいな感じになると。でそして次に支配。何ですか支配って。迎合に見せかけて結果自分の持ってきたい方向に民意を先導してるという。なるほど。フォーカスが対アンチっていうよりかは対大衆になってるんですよね、うん、なんかあのアンチに対してどう対応するかじゃなくて、そのアンチへの対応を大衆に見せているみたいな、あに変わってるんですよね、まあ、その節もあるし、アンチすらも俺を好きになってしまうというか、はい、それを支配と呼んでいます、はい、でこれはでも本心から思ってて、はい、アンチとかに対してはムカついてたんだけど、自分の中に正義があってこうしていきたいとか、まあ、こういうビジョンがあるみたいなのがあるから、アンチの人たちも、まあ、要はある種改心して仲間になってほしいわけよ。そのために正論でわーって言っても結局彼らは突っ張ねるだけだから、コミュニケーション上手にとってアンチの人たちも青笹やるやんとか、青笹応援してるぜっていう風になってほしいなと思ってるから、そういう風なコミュニケーション取り方をしていこうと。龍拳さん教えてあげてください。じゃあもうやめろでもまあ支配までたどり着けないと迎合しすぎて、後輩からしてみたらちょっとどうした青笹という風に思う節はあのまま重々理解しております。要はなんかヘコヘコすんなよと。いや、ヘコヘコ別にしてもいいんですけど、ヘコヘコしてるなっていう感想を言ったわけですよ。あ、そういうこと？はい、あの、アオさんの方がマーケティング能力すごいし、アオさんの目線の視座の高さもめっちゃ分かってるんで、アオ、うんね、まあ、さんなりのこれが最適解なんだなっていう、勉強になった感じ。ねえ。アオさんとその実物と動画はめっちゃ動画意識してんなっていう気はしたっていうのを言ったわけですよ。それが良い悪いとかそういう話じゃないですね。むしろいいですね。なるほどね。はい。ロジンのさ、そういうところに対するその理解の深さってさ、結構すごくない？ SNS に対する仕事もさ、あれだよね、確かその X コモンだっけ、はい、どういうサービスなんだっけあれは。 X コモンは事業者とか、まあ、法人とか、まあ、いろんな人いるんですけど、うん、の X を伸ばそうっていう。あー、フリーランスとか中小の起業家。あ、そうですね、はい、とかが結構安いね。月額なんか5万とかいくらだっけ。月額3万ですね。3万か。あ、アオさん多分月額30万とか言った方がいいんですよ。 SNS やりすぎじゃない。詳細的マーケティングですけど、やりすぎじゃん。まあ本来は月額30万って青さんに言ってもらってから月額3万って言った方が良かったんですけど、うん、うん、ごめんごめんごめん、そうですね、ちょっと俺そのマーケティング能力低かったわ。月額3万円で X の伸ばし方みたいなところに対してのなんかみんなの勉強会とか開いたりとか、ポストに対する添削とかやってるんだよね。はい、まあ、勉強会ではあんま来ないんですよ。うん、勉強会来てもらったら僕個別で一人ずつアドバイスできるんですけど、大体来ないんで、うん、まあ、わざわざオフラインで来ないんですよね。あ、はい、来たことあるは半分以上来たことあるんですけど、うん、基本来ないんですよ。あ、 LINE で対応してるんですね。あ、じゃあ基本的には今日こういうポストしようと思ってんだけどどう思いますかってロジンに送ったら、はい、ロジンがこういう方がもっと伸びると思いますよみたいなアドバイスをしていくと。だとまあそのベースとなるこう考え方みたいな教材が一応入会したら最初にもらえるっていう。はい、であとまあなんか効率悪いじゃないですか、一人一人こう質問受けてやるってなったら、うん、効率悪いんで基本的にロードマップみたいなの用意してるんですよ。こういう風にやったら伸びますよね、うん、用意してて分からないことあったら聞くみたいな感じですね、うん、あとアカウント添削とポストの添削とか、はい、あとなんか物を売るんだったらこの売り方を相談してもらったりとか、うん、採用だったらどういう風に採用したら採用できますかとか、はい、そういうのをやってます。なるほどね。それ今、はい、何社くらいいるんだっけ。今350社ぐらい。350。そしたらもう月額で1000万ぐらいあるじゃん。しかもそれほとんど利益じゃない。はい、そうですね。動画編集キャンプに比べたらいや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 、すごいですけど。いや、今何歳だっけ。今27ですね。27でさ、年収1億だよ。年収っすもんね。まあ利益、会社の利益1億。でそれ以外にもなんか C 社屋とかもやってるもんね。 C 社やってます、はい。まあ全国何店舗。まあまだでも5店舗っすね、C 社。 C 社ってでも店舗数増やすのめちゃくちゃ難しいらしくて。へえ。 C 社むずいっすね。そう、まず内装費がさ他の飲食店からちょっと高いのよ。あ、そうなの。安くもできるんですけど高くしないと勝てないなって思ってるんですよ僕は。あー、確かにね。はい、新社の価値ってさ、まあ、新社のうまさもあるけどなんか雰囲気があるじゃん。確かに。他の飲食店とかってさ、こうこのオムライスうまいからもう一回行こうとかだけど、ね、新社ってさ、新社愛好家の人は違うかもしれないけど、こう新社詳しくないけど新社行こっかなみたいな人はその雰囲気がちょっとこうおしゃれだったりとか、なるほど、自分の好みに合うから新社行くみたいな感じだから、お店の雰囲気にめっちゃお金かけるってのは聞いたことあって、はいはいはい、だから5店舗でもめっちゃすごいんで。めっちゃお金かかるんですね。まあ、プチプチすごい。ちょっと出てきたなぐらいです。あ、新車業界で。新車業界で一番最大手だと何店舗ぐらいの。最大手でも20から30ぐらいなんですよ。少ないんですよ、うん、30ぐらいですね、最大手で。そしたら5店舗ってめっちゃすごくない？だってそのブランド始めてだってまだ1年とか2年とかでしょ。1年経ってないですね、まだ。しかもだって元々は X コモの前もなんか TikTok の運用代行とか、はい、だから結構仕事全部当ててるイメージあって。
確かに SNS 運用代行から今度 X のコモンっていうその 2B のサービス始めて、で次にこう C 社っていうのを当てて、すごいね。はい、ちょっとにやけてきましたこれあの動画用だから、はい、動画だから褒めてんだよ、はい、僕は青さんと違って素なんでどうやってさその27歳にしてそのビジネススキルは身についたの？もう青さんの真似ですけどね、 SNS はね。ちょっとにやけてきたな動画用やろ。 SNS は青さんの真似です。真似ってかあの大体のこの概要は青さんの真似してるんですよ実際に。どういうこと？SNS って結局青さんやっぱ YouTube と Twitter だってずっと言ってたんですよ。で僕 TikTok メインだった時もそれずっと頭に残ってたんですよ、はい、で結局 YouTube と Twitter を攻略したものが長い目で見て勝てるっていう、でそれを僕やったんですよ。あで X コモンの方に行ったんだ。実際やってみたら Twitter の方が俺得意だってなったんですよ。あでそれで X コモン始めたんですね。へえー、っていう感じですね。それがさ370社も集めてさ月商1000万のサブスクってやばくない？いやすごいです。しかもそれほぼ利益っていうのがまたとんでもないですね、月商1000万っていうのもそのサブスクで月商1000万ってやっぱり一番すごいよね。確かにサブスクって経営者の中ではすごい評価高いんですね。評価高い評価高い。だってそのサブスクってさやっぱハードル高いじゃん。それが分かんなかったんですよその聞くまでは。で10万のものを売るよりもサブスク3万のものを売る方が難しいし、結局そのサブスクってちょっと難しい話になるんだけど、はい、サービスそのものを用意すると。はいはいはい。でサブスク仮にじゃあ1年間平均継続しますってなったら結局お客さんからはさ33万円もらうわけじゃん。その33万円もらう準備をすでにしとかなきゃいけないのよ。だから3万円しか入っていないのに33万分の価値提供の土台みたいなものは用意してなきゃいけないから。なるほど。キャッシュフローっていうお金の出入りで言うと良さげに見えるんだけど、はいはいはい、本質的なキャッシュフローみたいなところで言うと結構悪いんだよ。サブスクサービスって立ち上げ始めとかはコスパ悪いんだよ。そうなんだ。確かに。だから月商が1000万の時の稼働を月商が30万の時からやってなきゃいけないから。なるほど。だから最初はめちゃくちゃ苦しいっていう。そういう考え方なんですね。そこを超えてたくさんの人が集まってるサブスクサービスになったら初めて楽なんだけど。面白い。やっぱ俺シーザーが1個深いわ勉強になりました。なんかそうなんでサブスクって難しいのかなって言われてなんか分かんなかったんで今めっちゃ勉強になりました。だからこう価値があるんだよね。なるほどね。LTV 分かると楽ですけどね、だいぶ、うん、まあ、LTV 言葉は分からないですよ、ちょっと。そう、結果なんか何ヶ月間継続するかっていうのが分かってくると、例えばみんなが2ヶ月で辞めるよねってなると、あ、じゃあ1人のお客さん捕まえたら6万円儲かるんだ。3万円だったらってことですね。じゃあ広告に5万円使ってもいいやって話ができる。で、結果その何ヶ月継続するかっていうのがめくれてくる、平均こんぐらいだよねっていうのがめくれてくるまでは分からない中で広告活動をやんなきゃいけない。なるほどね。じゃあ多分半年だろうなって思って、じゃあ18万入るって思ってお客さんを増やしていったら結果3ヶ月で辞めちゃった。うわー、それ結果赤字でしたみたいなことも多々あるわけ、サブスクサービス。サブスクサービスを当てるってのはめちゃくちゃすごいこと。 X コモン大体8から10ヶ月ぐらいなんですよ、うん、継続平均が高いね。で契約の縛りないんですよ、うん、で回復率大体 5% ぐらいなんですよ、うん、まあ、なんでそうなってるかっていうと、そもそも値段が仮にその質問を僕に一切しないとするじゃないですか、うん、質問一切しない、作業会とかコンサル会一切来ない、コンテンツ一切見ない、まあ、幽霊会員ってやつだね。利用ゼロ、うん、利用ゼロで継続したとして、まあ、仮に半年に1回企画とか打つじゃないですか、うん、企画打ったりとか、あとなんか採用募集のポストをしたりとか、うん、するとするじゃないですか、半年に1回でも。でその半年に1回でも僕がリポストして引用してこう拡散してあげればペイできるぐらいの価格にしてですね。なるほどね。っていう話ですね、前提、うん、あくまでプラスアルファの価値提供として質問とかオフラインでの指導とかを入れてるっていう話です、うんうんうん、プライシングもうまいんだね。でも実際なんかその中身も結構良くて、はい、俺の前の経営者結構ロジンの X コム入ってるのよ。みんな軒並み伸びてて、ツイッターが伸びてるってことですね。そうそうそう。でうちの動画編集キャンプのフランチャイジーの中野さんって人がいるの、はいはいはい、大阪校のオーナーさんなんだけど、中野さんもロジンの講座入って X 伸びたし、上げたら切れないぐらいにみんな X バーって伸びてくる。そんなすごいんですね、うん、でこれから その経営者ってやっぱ X って発信力持ってないと結構厳しい時代来ててもすでに、はいはいはい、今ってなんか年商何億ですとか言っても利益率分からなかったらなんかこいつがすげえか分かんねえよみたいな話になってくるんだけど、うんうん、ツイッターで何人フォロワーいる経営者ですってなるとある程度評価されたりとかもするのよ、その中小界隈で、まあ、もっと上流の経営者たちの中では別にどうでもいいかもしれないけど、5期目以内の経営者たちの中小群ではやっぱその SNS のフォロワーってある程度の権威性があって、まあ、それをなんか X コモン入ってしまったらパパッといく、しかも安い。とにかくそんな伸ばせる秘訣っていうのはどういうことなんですか？まあ、前提ずる技ですけど、いつでも僕拡散できるんですね。
あ最悪、まあ、これズルです。あんまり押すとこではないんで、あと全員拡散してたら僕もキリないんで、うん、まあ、あんま押すとこではないんですけど、最悪それがあるっていうとこですね。であとはまあノウハウが確立されてるんですよ、そんだけやってきてるんで、はい、業種の実績がどれでもあるんですよ。この業種この業種いろいろあるじゃないですか、ビジネスマンでも、うん、大体全部あるっていうとこ。なるほどね。であとはまあ X 顧問内でのインフルエンス力がめっちゃ強いんですよ、うんうん、そこそこのプチインフルエンサーみたいなめちゃくちゃいるんですね、うん、中野さんも実際800フォロワーだったんですけど、最初今も8000フォロワーぐらいいるわけなんで、うん、何千フォロワーぐらいのプチインフルエンサーみたいな人がいっぱいいるんですよ、うん、でしかもみんなビジネスマンなんですよね。なんでビジネス層ばっかり集めてるフォロワーで何千フォロワーいる人がいっぱいいるんで、その中の人と絡めるっていうところからさらに伸びるっていうのもありますね。あのね、中野さんと仲良くなりたいから X コモン入るみたいな人もいるってこと？まあ、中野さんみたいなプチインフルエンサーがいっぱいいるんで、うん、入ることで結果めっちゃ仲良くなりやすいじゃないですか。なるほどね。はいはいはい、オフラインの場とかに来たら、うんうん、でそれでその人の格差も見込めるっていう、ね、ああはい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 、はい、だってさ実際さロジンにさ PR 案件頼んだらさ、あんだけインプレッションってのはもう数百万単位なわけよ。数百万あるんですか？だけど X コモン入ったら月額3万円だと。もちろん確約されてないからその分安いって部分もあるけど、絶対に PR してくださいねってんだったら数百万とかなわけじゃん、シンプルなインプと影響力持ってたら。プラスなんかロジンのようなビジネスモデルだと数百万もらっても PR しねえよっていう場合もあるわけよ。はいはいはい。それがその月額3万円でその可能性を変えるっていうのはめちゃくちゃいいことだよね。すごいな。仮に拡散するとして、そのいいもんじゃないと意味ないんですよ、うん、その人のプロフィールとかその人の拡散する対象のポストとかがまともなポストじゃないと拡散しても意味ないんですよ。でなんでまともなプロフィールとか、まあ、ポストの作り方とかそういうのを教えてるんですよ。うん、で拡散する場合とかも基本的に僕審査制にしてるんですね、うん、ちゃんと僕の指導を受けて拡散される価値のあるものを作ってからやってください、うん、僕が拡散して意味のある状態にアカウントをしてから拡散しますよって言ってる。ああ、それ真摯だね。全員拡散するとは言ってないですよ。へえー、めっちゃなんか紳士じゃん、誠実じゃない、まあ、あくまで最悪の手段として拡散は、うん、はい、こんななんかいわゆるさ若者で儲かってウェブウェイみたいな感じかと思いきや結構ビジネスマンとしては誠実だっていう。確かに、うん、ロジンはなんであの X うまいの？なんかコピーライティングの勉強したの？なんなのそのスキルは。 X はあれなんですよ、僕文章得意なんですよね。中学生の時に小説書いてたんですよね。あ、はい、なんか小説投稿サイトあるんですよ、うん、なんか素人が誰でも。ナローだ。あ、ナローっすね、はい、ナローに投稿したんです。知ってるんですか？なんか小説家になろうっていう素人がとりあえず自分の小説をアップするみたいなのがあるんだよ、はい、ナローから結構なんかリゼロとかスライムになった件についてとか、ナローから生まれたんですよ、それ。ソードアートオンラインとかもそうじゃなかったっけ？全然知らないです。ソードアートオンラインちょっとわからないですね、うん、もしかしたらナローじゃないかもしれないけど、まあ、なんか世の中にその素人が無料でとりあえず小説公開しますみたいなそのサイトがあって、それでなんか面白いで人気のやつがライトノベルになってアニメになっていくみたいな。はいはいはい。そのサイトでだいたいこんぐらいのポイントを取っていれば書籍化の打診が来る可能性が高いみたいな、そういうのがあったんですよね、まあ、あくまで噂ですけど。で僕が中学生の時に投稿して、普通はなんか何百話とか投稿するんですけど、うん、僕1話目から書籍化の打診来るぐらいのポイントもらったんですよ。おもろかったんだ。じゃあ1話目から、まあ、おもろかったって評価もらいましたね、ありがたいことに、うん、なんで文章得意なんですよね、うん、っていう話ですね。それをなんかこうある種一般化してノウハウ化して X 用に加工したのが X コモンなんだ。あ、そうですね、はい、うん、それは確かにみんな伸びるよな。小説家が書くポストみたいなことですよね。真似できないんですよ、うん、真似できないんで真似できる範囲で教えてるんですよ。うん、まあ、真似できないことは教えないです、わざわざ。なるほどね。まあ、実際めっちゃ効果が出るっていう噂だからね。だからあの概要欄に貼っとくんで、もしこの中で中小事業者だったり自分の X 伸ばしたいと思ってるフリーランサーの方は概要欄からね X コモン申し込んでみてください。どうやって申し込むの？ LINE 追加していただければ案内が届きますので、 X のノウハウ YouTube で言ってるんで結構、うん、そっちもぜひ見てほしい。ああ、とりあえず申し込みたい人はじゃあ LINE 登録して面談を組むの？ロジンとの一応アンケートがあるんですよ、うん、アンケートでその対象者なのかっていう、あ、一応見ますね。じゃあ第一審査みたいなフォームが届くからそれ回答して、はい、いい感じであればロジンが面談して、で良ければ X コモン入れると。これから副業始めますみたいな、うん、そういう人は動画編集キャンプに行ってください。ああ、そういう人のものじゃないです、はいはい、まあ、それに事業やられてる人とかね、はい、はい、であと最近 YouTube も始めたんだよね。はい。それどういう YouTube なの？ X ノウハウですね。ああ、なるね。じゃあ、まあ、X 伸ばしたい人、はい、まあ、みんなさやっぱフォロワー欲しいもんな。そうですね、うん、これはだから別にゼロの人も見に行っていいと。まあ、X 伸ばしたいなって人は概要欄にこれも貼っとくんで、まあ、X 伸びてる動画編集マンはね発注もらえますから、まあ、実際そうだよね、はい、確かに。かかとりとかもさ、やっぱあいつ X がグワーって伸びたから仕事来たみたいな部分もあるし、僕も最初 X が伸びたから動画編集者として有名なやつってなって仕事がめっちゃたくさん来たから、うん、まあ、そういった意味合いでもなんかこうぜひねロジンのチャンネル見てみてください。実際 X のノウハウめちゃくちゃ本物なんでね。じゃあちょっとお腹すいたんで飯食いながらまた話したいと思います。はい、というわけで今フィクション新宿店に来ました。ロジンがやってる七輪茶バーですね。今新宿と名古屋3店と、そして大阪、はい、大阪福島ですね、うん、にあるそうです。あります。
考えのアイス組んで皆さんフィクション見てみてください。ではさ、ロジンはそもそもさ大学生の頃に起業したんだっけ？そうですね、大学生の時ですね。大学生の時起業して、コロナで暇だったんで、うん、起業してちょっと稼ぎ始めたんで、行かなくなりましたね。大学生の頃なんで起業したんですか？コロナで暇だったんですよね。仕事しよっかなみたいな。そうです、暇なんでなんか何もやってない時間って時間めっちゃ無駄にした感じするじゃないですか、うん、なんでなんかやろうかなと思って。もともとそのなんか起業とかに興味あった？興味あんまなかったです。暇だとさ、普通なんか遊びに行こうとかなんかさ、はい、他のゲームやろうとか他のこと思いつくさ。田舎すぎて、うん、あんま遊びとかなかった。ああ、なるほどね。家飲みぐらいですね、遊び。ああ。あんまやることなかった。カラオケとかね。田舎だったんで。まあ、それなんか、じゃあ稼ぐかみたいな。そうですね。え、最初何始めたん？ TikTok ですね。TikTok からやったんだ。見たことあるわ。10日で10万フォロワーみたいなやつでしょ。はい。なんか恋愛系のやつ語って、わーってね。あ、そうですね。はい。雑学とか恋愛とか、10日で10万フォロワー行って。これすげえなと思った記憶あるわ。いきなりブワー伸びて。それであれなんですよ。結構経営者の人からなんか動画作ってくれって言われたんですよね。うん。何社かやって、うん。TikTok 初めて4ヶ月目で初めて月収100万達成した。早っ。で、その月に青さんに夜中、多分青さんがその時ちょうどなんか医学部の試験前で、うん、休憩でちょっと電話してくれたんですよ。あ、はいはいはい。8時間ぐらい登壇乗ってもらったんですね、青さん、うん、そのタイミングでフォロワーめっちゃ作れて稼ぎ始めたんだけど、そこからどういうことやっていこうかなみたいなことで悩んでて、コミュニティを作った方がいいのか、こういうスクールやった方がいいのか、クライアントワークやった方がいいのかみたいな。何で書いてほしいんだっけ。俺クライアントワークとコミュニティって言ったんですよ。サロンっすね。サロンやった方がいいって言われてサロン始めて、うん、結局サロンやってスクールやり始めて、サロンとかもっと高い、うん、スクールでまあ主に稼い で、うん、でその後 YouTube と X もやったんですよ。YouTube と X もやって、結局 X の方が得意だなってなって、X ともやるっていう。なるほどね。途中なんか共有から LINE 開いてっていう、はい、TikTok で。まあ、よくあるやつね。共有から LINE 開いて何番目の人がどうこうみたいな。あ、そうですね。はい。それを考えて。あ、はいはいはい。あれの始祖なんだ。そうですね。なんかあの、記事があるんですよ。共有から LINE 開いて、うん。共有から LINE 開いてというのを考えた人は、ロジンという人らしいですね。どうでもいいですね。あははは。まあ、どうでもいいわな。どうでもいいです。まあ、アルゴリズム的にね、共有ボタンの回数が多いと、伸びがいいって言われてる時代があって、まあ、そのじゃあみんなどういう風な仕組みでそれやっていこうって考えた時に、巨人がこれから LINE 開いてどうこうっていうのを言ったら、俺は誰なんだろうみたいな、3番目って誰だろうって思って開けた。そしたら共有ボタンのクリック数が増えてアルゴリズムで優遇されてバズるっていう、はい、その TikTok 攻略方法を見つけたっていうのが巨人。はい、そこから TikTok のスクールやったんだ。スクールやりましたね。それ何でやっちゃったの？ YouTube も X を使って TikTok のスクールの集客やったんですね、うん、で結局なんか全体の売り上げの半分以上が X からだったんですよ、うん、俺 X の方が得意だなってなったんですよ。なるほどね。 TikTok の発信やめたんですよ、うん、TikTok の発信やってないのに TikTok のスクールやることに結構違和感感じてたんですよ。あ、現役でやってないんで動画アップデートされないし、はい、なるほどなるほど、になったんでやめました。でそれで X コモンをメインして始めたと。そうですね、うん、C 社好きだったから C 社もやったっていう。ああ、それで繋がってるんだね。 C 社はあれなんですよ、僕ロジンっていう名前じゃないですか。ロジンって僕がもともと作家になりたかったからロジンっていう名前なんですよ。 あの中国の作家なんですよ。はい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 、はい、でフィクションっていうのは日本語訳したら作り話っていう、うん、ロジンが作家でフィクション作り話小説なんですよ、うん、っていう由来があります。新宿店のね、これ面白いやつなんだけど、ロジンっていう人が考えたブランドですよ。へえー、すごっ。こういうようなストーリーがあって、この内装の女の子はね、これあれなんですよね、女の子の絵が飾ってるんですよ、その全店舗にね。その僕の考えた小説が書籍化の打診が来るぐらいのポイントもらったやつなんですけど、それがストーリーがなんか幼馴染の女の子がいて、助けたかったんですよずっと、うん、助けたくて全然助けられないんですよ。死ぬんですよ幼馴染の女の子は。主人公がタイムスリップして幼馴染の女の子が死なない未来を作るっていうストーリーなんですよ、うん、結局どうあがいても死ぬんですよ、うん、自分が生きている限り絶対女の子は死ぬってことに気づくんですね、うん、結局自分が生まれる前の過去にタイムスリップして自分の親を殺すっていうエンディングなんですよ、うん、でその助けたかった女の子の絵なんですよ、その絵画が。その女の子って全部顔一緒なんですよ、顔一緒やけど髪型だけ違うんですよ、うん、これはその主人公がそれぞれ過去に戻っていくじゃないですか、うん、過去に戻っていくそのタイミングごとに女の子の髪型違うじゃないですか、垢、うん、抜けたりするんですよ、はい、だから顔が一緒で髪型だけ違うんですよ。ティファニーブルーは女の子が一番可愛く見える、その女の子が可愛く見える色がティファニーブルーだよっていう、ここまでの話がフィクションですっていうオチ。あ、なるほどね。興味大丈夫ですか？興味ありますか？あんまりトークは上手くないみたいなね、文章まで書くの。まあその感じでなんかね、いろんな展開を作ってる。面白いね、その27歳でさ、そんだけもういろんなことやってるっていう。TikTok やって、運用代行やって、YouTube やって、X やってみたいな。今度フィクションでしょ？事後当てすぎでしょ？なんかなんか。いやでもこれ、青さんって僕の1年前に起業したんですよ。ちょうど1年前ぐらい。はいはいはい、ちょうど青さん起業して1年後ぐらいに僕始めてるんですよ。うん、青さん僕の1個上なんで、はい、起業した年齢とタイミングがほとんど一緒なんですよ。ああ、確かに確かに。収入の伸び方的に青さんと同じぐらいをずっと辿ってたんですよ。うん、これがめっちゃモチベだったんですよ。青さんを抜くんだ。青さんの成長スピードを抜くんだ。俺の1年目とロジンの1年目が同じだった。
俺の2年目とロジンの2年目を一緒にやった。ここで青さんの動画編集キャンプ の, この爆発で一気にこう遠い人となってしまってもう青さんの成長スピードに追いつくっていう目標がなかなか達成できなくなったんです。なるほどね。泣いてます、ね、動画編集キャンプ当てるまでは大体2億ぐらいだったの。年商3億の営業利益2億みたいな感じだったんだけど、その次の年からバオーンっていってるからスピードがね追いつけなくなってしまったっていう、うん、フィクションがまだ可能性秘めてるフィクション無理っす。フィクション業界最大手の利益でも動画編集キャンプの5分の1以下するでもタイミング的にはでも一緒だよね。結局そうやって、はい、自分の授業でわーって稼いで、ね、次に店舗展開に手を出したと、はい、それが俺にとっては動画編集キャンプで彼にとってはフィクションだと。何が違うんだろうね。市場でしょ。市場と青さん努力量で勝てない。そんなに僕めっちゃ真面目に頑張って仕事できるタイプじゃない、はい、でも僕もその頑張ってる自覚ないけどね。そうなんですか。毎日毎日撮影してるけどさ、これが仕事なのってその後輩とさ話してさ、わーちゃわーちゃやって、ね、前提の脳のスペックが違いすぎるんですよ。僕 IQ108 なんですよ。青さん多分 IQ140 超えてるんですよ。いや超えてない。メンサ会員なんですよ。しかもなんか IQ 高くてロジックなんか論理派みたいなタイプって結構感情の理解とか薄いじゃないですか、うん、で青さん EQ っていう感情理解もめっちゃ高いんですよ。両方めっちゃ高いんですよ。両方めちゃくちゃ高い上にしかも意思勉強も持っていてかつ努力もできるんですよ。全てを持ってるんですよ。たまにちょっとキャバクラで痛くなるぐらいです。あーなるほどね。僕はバランス取ってんだよ。バランス取ってんの。面接会員は憧れたことないかも。前提その医師免許を取りつつ片手間で年間何億稼いでるっていうことが面接会員なんてレベルじゃないんですよ。ここまでやっててわざわざ面接会員今から取らない。東大受かってんのにわざわざ早稲田受けないですよ。面接会員ってさ上位 3% の人がなるんです、なるほど。上位 3% ですよって証が面接会員らしいんだけど、生まれてこの方上位 1% 以内で生きてきたから今更3以内ですねって言われてもそうですかみたいな感じはね、冷静に上位 3% って逆にさそのいっぱいいると思うよ世の中。ああそう珍しいことじゃない。だってさ上位 3% って言われたけどクラスが40人って考えたらクラスで1人2人面接会員なわけだよ。確かに。でもそれってさその自分と頭が同じぐらいの高校時代とかじゃなくて小中学校なわけよ。それってでも小中学校も、まあ、地域性によって変わるからさ荒れてる地域の小学生とかも含めてクラスの中で上1人2人に入れますかっていう質問が面接会員になれるかどうかだからそれはなれるでしょみたいなそれはなれる。確かに、なれるっすね、うん、医学部受験とかもさ、俺が入った大学のコースとか倍率が20倍とかだったの。なんか倍率高くて、なんだろう、医学部志望の人たちの中の20分の1を取ってるわけだから、うん、確かに。それは高卒とか全員含めて 3% 以内です。そうっすね。しかも青さんあれっすからね、だいぶ自分アホに見せてますからね。え？いやいや俺は努力家だみたいな感じのブランディングしてますからね、うん、全然そんなことないんで、まあ、努力家ではあるんですけど、うん、努力家ではあるんですけど前提のスペックがめちゃくちゃ高い上での努力家なんで一郎みたいな感じなんです。天才が努力したみたいな。天才が努力したじゃないですか。公立中学校の成績ど真ん中だったから。あそれはちょっとサボってたからです。公立中学校ど真ん中で普通に地頭で真ん中なんだったら絶対医学部受からないんですよ、うん努力なんだよ。それが多分地頭で童話書いても無理な壁があるんですよ。ロジンさんじゃなくて青さんが解剖されてってる感じしますけど。いやこれロジン解剖動画だ。シンプルにあのなんかいくら動画編集の市場が良かったとはいえ、うん、動画編集の業界に入ったりだと無数にいるわけですよね。まあまあね、無数にいる中で1位を取ってるわけです。それ相当っすよ。1位なんて取り慣れてるから普通に動画編集市場に入ってきた中の1位なんですよ。まあそりゃそうだろうな。今に始まったこと。今に始まったことだね。拡大するとそうじゃない。例えばさまた迎合してるとか言われてるけどヒカルさんにさ1位ですねとか言ってもさYouTuber っていうタイトルの中でさある種の1番を取ったわけじゃん。再生回数とかはもしかしたらキッズチャンネルとか負けてるかもしれないけど大人に対する影響力販売促進能力っていう面だったら YouTuber1 位だと思う。今さら面接会員がとかさ動画編集界隈で1位とか言ってたのって逆に自分がちっぽけに見えるわ。ロジンはさここは逆に俺の強みだみたいなない。やっぱ文章っすね。文章ストーリーテリングっすね。あコピーライティングじゃないっすね。ストーリーテリング感情のライティングっすね。論理じゃなくて、はい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 、論理派じゃないんで感情派なんで、うん、いわゆるさっき言った EQ 人の感情の波とか読むのは得意なんだ。こうやったらこう反応されるだろうなっていう予想は得意っすね。あ大体当たるんでこのポストは多分どんぐらい伸びるだろうなって大体当たるんですよ、うんうん、へえ。自分がめっちゃいいポストを作れるっていう認識はなくて、うん、自分がどのポストがいいか判断する能力が高いっていう認識なんです。なるほどね。自分の中で伸びるポストなんで判断できたものだけ出しているっていう感じです、ね、どちらかというと。それでも YouTube さ得意かもね。 YouTube って視聴者が思う2歩先ぐらいのコメントだったり感情っていうものを先回りしてトークしておくと評価されるみたいな。 YouTuber ヒカルさんとかトマさんとかそうなんで TikTok 攻略語ってる YouTuber って10本で1万登録までいってるんですよ。すごい。今もやってないんですけど、うん、また X 用の YouTube チャンネル作るんでしょ。はい伸びるかもしれないね。伸びてないんですよ、なかなか。本気出してないんじゃないあのチャンネルは。まだ TikTok 攻略で本気出してなかったんで。あ本気出せないんで。本気出せる人なんてほとんどいないですから。あ基準値が違うんですよ。それ本気出したら当たり前なんですよ。
本気だと出せないんですよ。まあ、なんか俺もずっとなんかその中学時代さ、公立中学真ん中とか言ってたじゃん。その時に本気出したらいけっからってずっと言い訳してたの。本気出したらいけたから、本気出すか出さないかって、でもその基礎スペックと全然違うんだなって思って。中学時代って俺幼馴染も高校開成高校行って東大行ったし、俺あり言ってんのよ。だから基礎スペック低いと思ってたし、実際低かったのよ。だけど努力したらそれこそ国立医学部行けたから、結果なんか基礎スペックゲーとかよりも努力ゲーなんだなって思う。その観点ではロジンは努力しないのにここまで結果出してるから、スペックは全然折れる上だなっていう意識。天才肌みたいな。天才だ。素晴らしい。それはないですけど僕的にはなんか努力ゲーは確かにそうなんですけど、うん、僕成功体験ゲーだと思ってるんですね。あ、努力で成功体験が得られたのか、成功体験得られた経験がないと努力できないんですよ。青瀬さんも努力したら勝てるっていう成功体験あるじゃないですか。まあ確かにね、だから努力できるんですね。なるほどね。ロジンの中のその成功体験は何なの？やっぱ小説でそんだけ評価もらった。ああ、中学時代で俺は文章を作るのがうまいんだなって思えたんで。ああ、なるほどね。それはでかいですね。そういうことか。今のさ、例えばこの視聴者の中でもさ、結局成功体験をじゃあ生もうって思うわけじゃん。これでなんか俺の成功体験してみたいなって。そういう人たちにさ、なんかこうまずおすすめのものとかないの？それはもう2日で成功体験。あ、そういや、これはでも言ってるんですけど、動画編集キャンプいいと思うんですよ。動画編集キャンプか転売屋になるかだと思ってます。ああ、はい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 。プリンに行きたいんだったら動画編集マンだな。ああ、まあ確かにね、はい、だけど手堅さで言うんだったら転売屋。動画編集手堅いと思うんですけど、転売屋の方が若干稼ぎやすいじゃないですか、怪しい代わりに、怪しいけどっていう、はい、俺それで言うとさ、 X も結構手堅いんじゃないと思ってんだよ。X 手堅くないですよ。本当？経営者がやるんだったら手堅いですよ。経営者って前提能力値高いと多いんで。はいはいはい。ただ能力値高くないとなかなか。あ、なるほどね。そうだね。単なる平凡な一般人が X やったとって何発信するんだってなりますし、そんな魅力的じゃないじゃないですか。経営者だったらある程度魅力的なんですよね。経験もあるし、確かに、ね、そもそも能力値も高いし。確かにこう SNS ってさ、ノウハウに結構みんなの意識が行きがちなんだけど、結果その自分という人間をどう見せるかでしかないから、はい、結果この見せられる実物たちが面白いかどうかに結構依存してしまうっていう部分がある。そうです。だから平凡もない人がどんだけ SNS 駆使してもあんま伸びないって。いや、そうなんです。 SNS って広めるためのツールなんで、広めるものがそもそも良くないと意味ないです、それで言うとさ、経営者とかさ、フリーランスとかやってる人ってそもそも人と違う選択を取った人じゃん。はい、絶対そこに面白さはあるはずなんだよね。 どんなモブ顔の経営者も何かがおもろいし、何かが変だから経営者になっちゃう。そういった意味では経営者 X やった方がいいね。前提経営者に憧れてるってめっちゃいますから、ね、それでもみんなやんないわけじゃん基本。やらないです。でもやるってことはどっかバグってんだろうね。 X はそれこそ動画編集キャンプの歴史オーナーの中野さんなんてフランチャイズ加盟の募集して70社来たんですよ。やば。 X で説明会やばいんですよ。いや、なんかフランチャイズ加盟ってもう本当に開拓大変で、すごく広告費もかかるし、でも加盟させたらざっくり加盟金で200万とか入るんで、70のうち20加盟希望者が取れたの。つまりは200万かける20で4000万ぐらいの広告効果はポスト1個で取れた。はい、へえ。採用もどんどん取れてますから、うん、サイバーエンジンってめちゃくちゃ広告運用してた、そうな広告運用者が取れたとか。あれはすごいね。 X やっぱ夢があるね。ほんと X はやっぱりあのレベル高い人多いんですよ、ただ弱点を言えば手堅い人取りにくいです。超サラリーマン志向の人は取りにくいです。なるほどね。野心があって稼いでいきたいみたいな、なんでフルコミの営業とかもめっちゃいいですね。業者のフリーランスを見つけるとか、そういうのもいいです、ね。採用もできるしさ、もちろんその集客もできるからさ、はい、集客と採用できるってレースもやばいのよ。事業者にとってはもうめちゃくちゃいいです、ね。事業者として出ていこうかねと、ほとんど採用しか広告費なんだから、それが X で月3万円とかで攻略できてしまうっていう、まあ、その可能性があるっていうのはめちゃくちゃベストバイだな。X から来た人って自分の発信見てくるんで、忠誠心高いんですよ。あ、最初から話が分かるんですよ。なるほどね。結構理念の共有がもう最初からされてるんですよ、だからいいっていうことはありますね。実際うちのスタッフもほとんど XK で採用しました。あ、そうか。やっぱ X やっぱいいよ、めちゃくちゃ。だってロジンとの出会いもなんだかんだ X だ。そうか、島根にいて医学部にいて X なかったら本当に情報にも触れられないし仲間もできないし、結局ね、その緊張達もできちゃうわけよ。緊張達が X でできるんですか？避難してってものを使ったらそうだし、その無形商材を売ることによってある種フォロワーから資金調達ができる。さっき思ったんだけど、不動産とかって最悪事業失敗したらさ、差し押さえ食らうの。はいはい。でもフォロワーは差し押さえ食らわない。確かに。しかも税金も食らわないですからね。そうそうそう。これバグだなと思って。資産としてバグだ。そうそう。だから荒いやり方、悪いやり方をするとすると、例えば銀行からめちゃくちゃ融資引っ張ります。5億10億引っ張ります。それを全部広告にぶち込みます。それで有名人になります。フォロワー作ります。で、自己破産しましたってなっても奪えないんだよ。なるほど。認知や SNS は自己破産した後、その認知や発信力を使って稼いじゃえば銀行融資を踏み倒して結局それでお金を稼ぐってそのなんか抜き穴みたいなことできちゃう。そんなこと考えられるの？これや
やべえなと思って逮捕行かせると思うんですよ。ちょっと悪い話なんですけど、うん、逮捕されるじゃないですか、うん、全国報道されるじゃないですか。青白路そうじゃないですか、うん、でそれでフォロワー獲得するんですよ。認知を獲得して、うん、全国報道されて、はい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 、結局逮捕された分の費用を回収できるっていう、うん、逮捕によって認知とフォロワーを得てその後マネタイズできてしまって、うん、逮捕が逆にプラスになるっていう。すごいんだよね。このタイミングで X 伸ばす事業者かどうかって結構将来差がつくと思うんですよ。林社長が最たる例ですよね、うん、林社長とあと林社長周りの人たち、うん、経営者たちみんな X やり始めてますよね。俺今 X のフォロワー11万人ちょいくらいいて今なんか全てを失ったとしてもそれで稼げるもん秒で。なるほどね。それだけ X っていうのは重要。今ワンチャンなんか店で自己破産しても自己破産した次の月に X で1000万2000万稼げるわけよ。フォロワーさえ多かったらマジで今令和のバグだと思う。これすごいですね。しかもそこにはノウハウがあるし、彼のところには再現性もあると。実際それでね、面白いんだけど、さっきさ、登場した中野さん、他のお客さんいるから映さないけど、中野さんがいるわけよ。これも、店舗集客講座っていうオフ会みたいな感じらしくて、でこの店舗集客講座ってのも、確かなんか100万かける100社ぐらい年間、月5万なんですよ。月5万だけど、実際年間一括払いしてる人が多いんで、うん、50万とかじゃないですか。それで年間もう1億以上売れてますから。それも X なわけですよ。全部 X です。全てが X で起点で始まっていく人しか俺周りは見たことなくて、そういった意味でもね、月3万円で X コモンが受けれるっていうのはめちゃくちゃ価値のあるものだと思うんだ。フィクション作るときにクラウドファンディングしてるんですよ、うん、でクラウドファンディングで合計2500万ぐらい集まってるんです。マジ2500万浮いてるんですね、フィクションの出店費用。でかいですね、結構。そう考えたら、もう月額3万払わないっていうのはもったいないよな。確かに。商品持ってる人が X をやればいいってことですか、うん、商品持ってる人とか、採用したい人とか。ぜひね、この動画を見ている事業者の方々、概要欄から X コモを申し込みいただけたらなと思います。あと、まあ、ロジンの YouTube、これも X ノウハウめっちゃ語ってるんで、ぜひ皆さん登録してください。これからもね、ロジンとはここ動画の中で結構関わっていくと思うんで、視聴者も以後お見知りおきを。以上、リボンちゃんの元彼でした。ありがとうございました。動画閉じるの待って。今からあなたを試します。今から3つのやるべきことを指定します。その3つやりきってから動画を閉じてください。やりきらない人はもう終わりです。まず1つ目、動画編集キャンプの公式 LINE に登録してください。動画編集キャンプの公式 LINE に登録すると動画編集0100ロードマップ完全講義、2日で動画編集スキルを身につけるスケジュール表とトゥードゥ、用途別動画編集ソフト7000徹底比較、特徴別動画編集者におすすめの PC 徹底比較、コスパ最強動画編集を始めるときに買うべきものリスト、これらを含めた12大特典をお渡ししています。これです。ドン。それとヒカルさんとの対談動画もあります。ヒカルさんと2、30代のキャリアについて話しました。ぜひ受け取ってください。さらにこれらを受け取ったら必ず動画編集キャンプの説明会に参加してください。動画編集キャンプの説明会では、動画編集ってどうなの、スキルを身につける意味あんの、本当に仕事ってあんの、そういった内容が一発で解決できるような説明会になってます。無料ですから必ず来てください。無料なのになんでやないのっていう風に不思議に思います。無料なことぐらいね、皆さんぜひやってください。そしてもう一つ公式 LINE があります。それが青空の公式 LINE マガジン、こちらの LINE に登録するとですね、これらの特典が受け取れますと。そして毎日毎日メールマガが届くんで、それを読んでいただけたらなんとなく思考をインストールできるかなと思います。つまりこの動画編集キャンプの公式 LINE と僕の公式 LINE を登録するとこれだけの特典がもらえます。ドドンと。もう一度お願いします。これです。絶対に登録してくださいね。もう本当に登録しないなんてありえないですから。無料のものを登録しないなんて意味がわかりません。本当に必ず登録してください。そして最後にもう一つサービスがあります。青の案件獲得コンサルというサービス。こちらは動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルを学んだけどカッチリしたスキルになっていない、少し動画編集を触ったことがあるだけだ、こういう人に向けて8案件獲得まで10日でフォローアップしますよというサービスになります。動画編集キャンプと青の案件獲得コンサル、どっちが合うのかなとぜひ見てみてください。この販売ページを見ることがあなたのトゥードゥです。つまり皆さんがやるべきことは、動画編集キャンプの公式ラインを登録し、説明会を申し込み、青その公式ラインマガジンを登録する、青の案件獲得コンサルの販売ページを一回覗くと、必ず隅から隅まで読んでください。この3つのやることを必ずやりきってから動画を撮っていただけたらなと思います。じゃあ今回の動画をご視聴いただきありがとうございました。